堤防。堤防とは、人家のある地域に、河川や海の水が侵入しないように、河岸や海岸、運河に沿って土砂を盛り上げた、治水構造物のことである。一部は、土手とも呼ばれる。河川の堤防は主に洪水時の氾濫を防ぐ、目的でも受けられる。堤防から見て、河川のある側を堤外と言い、その反対側を堤内という、一般的な感覚とは、 内外逆に思えるが、人家のある土地を堤防で囲って守るという考え方から生まれた章である。堤防の平坦になった長部は、天馬と呼ばれ、3メートル以上の計画高、水流量により決められた幅にされている。この天馬には、河川管理のための一車が、通行可能な河川管理用通路が設けられ、必要に応じて敷砂利やアスファルト舗装が施されている。 堤防も場所によっては一般車両の通行可能な国道や都道府県道等の一般道と同等の平用道路とされているが、天馬は洪水地において水防活動を実施する空間となるため、水防活動を妨げるガードレールや街灯といった構造物は可能な限り設置が避けられる。このため一般の道路は天馬を区分して平行に設けたり、斜面を一段下がった。 商談に設けることで、水防活動と一般交通路としての利用を分離している区間も多い。天馬の両端の乗り方から下る斜面は、乗り面といい、定外側の乗り面を表乗り、包み内側の乗り面を裏乗りという。乗り面の勾配は原則としてと定められている。通常は乗り面には芝を生やすことで表面の崩落を防ぐが、水流が強くなることが予想される。 箇所の表の裏面は、コンクリートブロックなどで護岸が行われる。大きな堤防になると、高さ3メートル以上、の裏面の崩壊を防ぎ、安定を図るため、中腹に水平な段が設けられる。これを商談といい、1.5メートル以上の幅で設ける、よう定められている。ただし、商談に水が溜まることを嫌って、最近は流下断面に余裕がある場合、 商談を設けずに関係者とした一枚砲で回収される場合がある。また、堤防の安定や非常用土砂の確保、環境保全において必要のある場合には、裏砲に盛り土を行うことがある。これを、川帯という。川帯は時に長部を公園としたり、並木を植えるなどして利用されることもある。なお、同様の特殊艇として、河川構造物に、越流、包み、 以上亭、世話亭及び同流包みがある。日本において、河川堤防は、河川法に定める、河川管理施設の一つとされ、河川区域に含まれるため、私有地内にあったとしても工作物の設置や、土地の掘削、宿木の植栽、伐採などには、河川管理者の許可が必要となる。ただし、高規格堤防特別区域、工術では、規制が緩和される。 堤防の大まかな設計は、位置と高さ、幅より構成される。以下では、日本の事情について記述する。堤防の整備上の推移として計画法推移がある。防災上の推移として氾濫危険水位、氾濫危険推移、氾濫危険推移、避難氾濫推移、氾濫注意推移、氾濫注意推移がある。水防法10条及び11条に基づき推移等の、 予測が技術的に可能な流域面積の大きい川で洪水により国民経済生活上重大な損害等を生ずる恐れのある河川として国土交通大臣や都道府県知事が指定するものを洪水予報河川という。また水防法13条に基づき洪水予報河川を除く河川のうち洪水により国民経済生活上重大な損害等を生ずる。 恐れのある河川として、国土交通大臣や都道府県知事が指定するものを、洪水予報河川等。通常の堤防は腰水が起こると土砂が削られ、破堤に、つながり甚大な被害を招く。一万一の腰水でも急速な崩壊を招かぬよう、裏の裏面を3%以内の緩やかな勾配とした、ものを高規格堤防という、スーパー堤防とも呼ぶ。高規格堤防においては、 水が堤防港を越えても堤内に緩やかに流れ落ちるため被害が小さくなるとされる。1987年に建設省、現在は国土交通省が事業として始め、千葉県栄町役の利根川沿いに完成したものが第1号。利根川の他に江戸川、荒川、多摩川、淀川、山和川の五水系六河川区間約8 7 3トルの 整備を対象とする。高規格堤防の裏のり面上は、高規格堤防特別区域とされ、大規模な地面の掘削等に許可が必要となるものの、通常の土地とほぼ同様に建築や工作に利用することができ、堤防上に街並みが作られる。例えば堤防高10メートルの高規格堤防では、裏のり面の幅は30倍の約300メートルを必要とする規格であるが、 この部分の用地買収は行わず、一時点や再建築の費用を国が負担した上で所有者に土地が返還されることとなる。この際に外区整理も合わせて行われることがある。高規格定防事業は100年から200年に一度の大洪水を安全に流すことを想定しているが、全体の建設には約400年の膨大な時間と12兆数千億円の費用が必要とされ、 また、堤防全体を高規格化するまでは、その治水効果を十分には発揮できない。利根川では、全体の高規格化まで、約1000年かかるという子孫もあり、治水対策に名を借りた、再開発事業だとの指摘もある。2011年東北地方太平洋、沖地震発生時に、スーパー堤防を、津波対策の堤防化のように扱うメディアが見られたが、 上実の通りスーパー堤防の優位性は、河川の氾濫時の土壌安定化にあり、津波対策としては極めて波定しにくいこと以外は、一般的堤防以上の優位性はないとの指摘もある。堤防が崩壊することで川の水が堤防から流れ出すことを、波定、決壊という。なお、浸透防止策、侵食防止策、 腰水対策などの対策を施された堤防は、南波堤堤防と呼ばれる。結界とは、堤防が激しい川の流れや波浪などで削り通られたり、雨の浸透により、堤防の一部が崩れることを言う。津波、高潮、高波の被害を防ぐために海岸に沿って設けられる。堤防は、海岸堤防と呼ばれる。海岸堤防の高さは、計画高潮位。 異常潮位の際に想定される潮位に波の影響を考慮した高さを加えたもの状に設定される。波による侵食や越波に耐えうる、要、河川堤防よりも強固な構造となっている。また、津波等に備えて特に高く頑丈に作られた堤防を津波防波堤、または防浪堤と呼ぶ。高さ5から7メートル程度のものが一般的であるが、 岩手県宮古市太郎地区、旧太郎町の堤防は特に高、その高さは10メートル、長さは2.4キロメートルに及び、別名、太郎万里の頂上として、観光名所にもなっていた。この太郎地区の堤防は1960年、地理地震の津波をはじめとするいくつもの津波被害を、不正でたが、東日本大震災を引き起こした東北地方。 太平洋沖地震の津波を防ぐことはできなかった。一方で、岩手県の下平軍普代村や旧古郡広野町においては、東北地方太平洋沖地震においても高さ15.5メートルの普代水門、1984年に完成や、大田名部防潮堤、以上普代村や高さ12メートルの防潮堤、洋町が決壊せずに津波を大幅に減衰させ、集落への人的、 物的被害を最小限に抑えることができた。普代村では2011年の東日本大震災、東北地方太平洋沖地震において被災した民家はなく死者はゼロである。堤防を決壊させた者は、刑法第123条により2年以下の懲役、禁錮、または20万円以下の罰金、出水及び水利に関する罪、さらに出水させて厳重建造物、 電車などを浸水させた場合には、第109条により死刑及び無期及び3年以上の懲役が課せられる厳重建造物等侵害罪。1995年7月、長野県と与野町、現長野市では、集中豪雨の際に、邸内推定外水位を上回ったことから、当時の町長が排水を目的に、堤防の破壊を決断、被害の拡大を防ぐことに成功した。 しかし、仮に被害が拡大することがあれば、刑法第123条の適用第1号になる可能性があった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。